熱海市の土石流災害で行方不明となっていた太田和子さんの骨の一部が見つかったことを受けて、今日遺族が会見を開き、捜索を続けた警察などに感謝の思いを述べました。今日、熱海警察署を訪れたのは長男の智明さんら太田和子さんの遺族です。警察署で和子さんの遺骨を受け取りました。土石流から1年7ヶ月余り、会見を開いた智明さんは、捜索を続けてくれた警察などに感謝の思いを述べました。大勢の方々に大変お世話になり、ありがとうございました。で、やっと帰ってこれるっていうのは分かったんですが、嬉しさと悲しさとは、いろいろでした。太田さんの骨の一部が見つかったのは、熱海港の土砂仮置き場。先月、警察官が土砂の中から15センチほどの骨を見つけ、DNA 型鑑定の結果、太田さんの骨と分かりました。これで土石流の犠牲者は、災害関連死も含め28人になりました。優しい母親だったという和子さん。長男の智明さんは、盛り土を造成した業者や、対応が不十分だった行政に悔しさと怒りをにじませました。ね、今までみたいに責任をなすり合ったりしてないで、一言でもね、謝罪していただいて、どこにどんな責任があったのかということだけははっきりさせてもらいたいと思います。